はい、えつ、ー、つみこ太郎でございます。みなさんこんにちは。えー、今日もですね、え移、ー、動式自由自在、6月スタジオビッグ番号より、皆様に見たら頭が悪くなるような放送をしようと思います。でですね、えー、今日の話は出たらみんな大好き、アダルのお話をしてみようかなと思います。つつみの通勤はどうなって、そういう話、かなえーとね、あの、高校生の時に、あのー、ラグビー部っていう部活にいたんですよ。 はい、私。で、あのー、ラグビー部っていう部活をやってて、で、まあ、スクラムって言ったらわかるのかなあの、なんかこう、とっ組み合いみたいな感じで、こう、押し合い、減し合いするのがあるんだけれども、それで、えっ、ー、と、一番先頭の、まあ、番号で言うと3番っていう数字だったんだけども、3番の、えー、ポジションにいましたと。うん。で、練習の時に、その、なんていうかな。 私のお尻の後ろを押してくれるっていう係の人が5番目の人で、で、その、まあ、井上淳くん、君だよ。淳 <laughs>。今日は純の話なんだよ。うん。で、純のケツじゃないから安心して。で、あのー、未だにまあ、やりとりはあるんだけれども、あのね、練習中っていうのはね、なんていうのかな。うん、まあ、一生懸命やるわけですよ。押し合い、へ試合を。 うん。っていう時に、何を言ったかって言ったら、な本人は、言った私自身は忘れてるんだけども、その、ジュンが覚えてたっていうので教えてくれたのが、その、押しだ、その肩で押すんだけども、肩で押すポイントがちょっとずれてるっていうことを私が言いたかったらしいんだよ。で、その時に言ったのが、ジュンジュンアナルを押すんやーって。 っていうことを、なんか、何回も絶叫したらしいっていう。だからね、あの、アナルを押すと、その、背骨を通じて、なんていうかな、いい感じに相手に力が伝わるんだけれども、ちょっとずれちゃうと、アナルずれちゃうと。はい。えー、なんともですね、力の入り具合でベクトルが変わるんで、うん、ちょっとねっていうところがあったんだろうね、きっと。 うーん。言った本人忘れてんだよ、これ。アナルを押すんやってで、<laughs> 頭いかれてるとかって思うよね、今、思い出すと。で、また別の日には、まあこれね、あのー、本当にあった話なんだよ。あのー、なんかね、噂がガーって立つの。 で、その包みの練習を見に、その隣町っていうか、まあ、ほぼ隣みたいな感じのところに、中村女子校っていうのがあったわけですよ。今もあるんだけども。で、その女子校の生徒が、あのー、私の練習を見に来てくれてる、どっかにいるはずだっていう噂がガーッ広がって、で、広がった挙句 まあみんなも親切だね。普段だったら、あのー、パス回しとかっていうのは、ほとんどその3番っていうのはないポジションなんだけども、みんな気前よくポンポン、あのー、パスしてくれるわけですよ。うん。で、あのー、まあ、なんていうのかな。ちょっといいところ見せようと、包みのいいところ見せようっていうのを、えー、皆さんで演出してくれて、 で、その後、練習が、まあ、終わりましたと。で、終わって、まあ、みんな手叩いて、あのー、終わるっていうのがあるんだけども、その手叩いて終わった途端に、ぐーってその野郎どもが、なんていうの、あちこちに散らばって、おい、包み探してる奴はどこだーとか言って。柄悪いよね、本当にラグビー部って。ほん <laughs> 結局の話はって言ったら、 その、中村女子校の生徒っていうのは、そりゃそうだよね。なんで練習終わった途端に野郎どもが、おらとかって言って、あの、探しに来たら逃げちゃうわな、普通考えて。うーん。で、結局見つからずじまいて、あら、だ、誰だったのかっていうのが、未だにわからんっていう。 だから、その、ラグビー部っていうところっていうのは、いかに柄が悪かったか、というところなんだけれども、うん。あのー、やっぱりね、人間、こう、まっすぐ押し出すときには、うん。アナルが肝心だ、というところを、皆様にお伝えして、うん。今日の話は終わりにしようかな。めっちゃ短い。で、まあ、アナル つみちゃんのアナル最高だよって言ったらグッドとか、なんだよ、その、アナルを押せっていうだけかよとか言ったら、ベーとか言ってもらっていいし、で、いろんなご意見、俺もラグビー部だったけども、やっぱりアナルが大事だとか、えっていうのも、えー、送ってもらえたら、その、もうね、皆様からのね、お便りコーナーがもう、なんて言うかな、糧となっておりますので、ぜひと、このお便りコーナーを、うん、拡充させたいね。で、 ええと、これ、まあ、なんで頭が悪いのとかっていう話が。 だなと思ったら、まあお友達に拡散とか、えー、共有とかっていうのをしてもらうもよしだし、はい。で、えー、偶然見つけたそんなあなたは、えっ、ー、と登録ボタンっていうのを押すとですね、えっ、ー、とまあ漏れなくというか、えー、私がアップロードするたびにですね、えー、ピコンピコンお知らせがいくというバックナンバーも調べやすいというそういうまあ YouTube っていうのを作りになってるらしいので、えー、登録ボタンっていうのを押してもらうと、えー、これからもいいことがあるかもしれないっていうことで、えー、今日は。 こんな感じ。えー、次の動画でお会いしましょう。ではでは、シャバドヌビアバ、シャバドビア、ドバドバダバダバダ